2番のコスタ、3番のスーパーエースルイス、4番のセッターイスキエルド、8番のベル、14番のフェルナンデス、そして15番のカルバハルです。追い詰められたブラジルです。第1セット、マルシア、ルイス、ルイスできます。ルイス決めた。昨日はあまりルイスのところにボール来なかったんですが、あの2段トスをあれだけ打てますよ本当、はい、ブラジルのセンターラインが封じ込められているという石掛さんのお話ですが、さあルイス高かった。上ですね。そうですね、上ですね、はい、175cm とブラジルですけれども、コスタが上げてルイス、おお、これはすごい角度変えてますよね、はい、と思います。本当ワールドカップ95の優勝の行方を占うと言われています、このキューバ対ブラジル。ルイス落ち着いてますね、はい、相手コートよく見て打ってます。ルイスはキューバのキャプテンです。フェルナンダ・ベンツリーにバックからアナモーゼ、トスター上げて、さあキューバだ。ルイス、ルイスが決めました。4対2。イスキエルド、そしてさあルイスだ。高い。ブラジルの選手動けませんでした。ブロック2枚関係ない。ね、4対3です。アナモーゼ。フォローしています。そしてマルシア。ルイスが上げた。ルイススタンディングで決めました。なんという迫力。今やはりキューバの方がエースが上っていうか、はい、ルイスがすごく目立ってる分、アナモーゼが下がって、さあルイスだ。おお、これはすごい。かなりこう離れて打ちましたね、助走なかったですからね、ジャンプして打ちました。筋と背筋が本当に素晴らしいんでしょうね、なかなか打てないと思います。さあ第3セット粘れるかブラジル。これはアナモーゼが返すだけ。コスタ、そしてルイス、すごい角度。ルイスもう一発決めた。これを打ちますか。すごいですね、すごいですね。2発連続、これでもかっていう感じですね。重そうですね、今のスパイクも。流れた。コスタ、そしてルイス、ちょっとネットに近い。コスタ、そしてまたルイス。ルイスがブロック関係なし。これはまあルイスが打ってくることは大体見えてますが、3枚ですよ今の。3枚あって、その内側、関係ないって感じですね。うわ、強烈です。フェルナンダ移動攻撃、アナフラビア、さあルイス飛んだ、取れない。5対4、ワンポイント差でテクニカルタイムアウトに入ります。アナモーゼですからね、バレーボールは、はい、リズムが変わりますから。コスタフェイント、イルマ上げました。そしてレイラだ、よく拾った。さあルイス来たぞ。ルイスストレート、頼みのどうですか。あ、内側ですね。アンテナとブロックのわずかな合間を抜けていきました。ボール1個分よく打てますね、難しい。